どうも、こんばんは、エネムです。今回は復刻しました暴虐の異端児超級をこいつですね、圧倒金木くんでやっていきたいと思います。いやー、この子はね、長らく僕の相棒を務めてくれていたんですね。本日のよりも長いですね、彼との付き合いは。久しぶりですね。十角させるんで、当たるたびにね、重ねて重ねていつか使ってやろうかなと思ってたんですけど、今回暴虐の異端児がグール限定ということで本ひなを使おうかと思ったんですが、いやいや待てよと、こいつの出番ではないかということで、使っていきたいと思います。サブには浴衣高月、そしてフレンドが関岩金木くんですね。まあ彼には到底かな、うことのないステータスほぼ倍以上、普通に攻撃力が倍以上なんですけど、やっていきましょう。さてと、どうしようかな。いいか、ここでバフ使うのもったいないかな。ちょっと考えながらいかないとまずいか、これ。いや、使おうか。赤眼金木でバフかけて、フロアが2だから、でも最終フロア確かきついんだよな。まずはウィさんからいけますかね。いや、久しぶりだな。前は本ひなで回ってたのかな。ここミサカに当たるか、これ。あ、当たんなそうだな、ここだと。こう行くと、あ、ミサカとは逆の方向行くかな、これ。こっちから弾いて当てる感じで。よいしょ、当たんなかった。やんまりここでダメージを食らいたくない。当たんのか、そこから。よし、行こう。範囲、うわー、狭いな。もっと広いもんだと思ってたけど、狭いっすね。これなんか普通にあれになっちゃいそう。赤眼金木頼りになっちゃいそうなんだけど、それはいかんぞ、それは。どうしよっかな、こうかな。この弾き方なんかすごいデジャブなんだけど。僕の番。そういや、なんか本ひなでスキルダメがなんだの言ってたような気もしなくはないけど。いや、このステージの構造ちょっとあれだな。ピョってる。あれ、ピョってないか。さあ次っすよ、問題は。赤眼金木のあれだな、スキルガンガン使って範囲までさっさと持っていった方が良かったな。楽しみですね。よし、行こう。とりあえず高月さんのバフを、まあ、赤眼金木にかけたいところなんですが、今回の主人公は圧倒君なので圧倒君にかけましょう。よっしゃ、圧倒君見せてみろ、お前のその範囲のダメージを。僕の番。70万ぐらいか。74万、いいじゃないですかね。じゃあ普通に倒していくか。じゃあまずね、この赤眼金木くんと圧倒金木くんの火力をちょっと今回見比べたいなと思ってた。あの範囲スキルのね、絶対こっちの方が圧倒的に上なんですけど、そこまでいけたらいいですね。こんな弱かったっけな、このクエスト。今ちょっとあれ、手応えねえなと思って。こんなもんだっけ。
昔が気違いすぎたのか。僕の昔はね、あの滝沢が奥からさ打ってくんのがすげえ鬱陶しくて嫌だったんですけど、これ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 がねすげえ嫌だったんですよね。かといってあそこに一人で突っ込んでいくとね、かき回されちゃってあーってなってたんですけど、よいしょ、78万か。ということで今回は強くまだまだ使えると言いたかったんですけど、それは多分赤眼金木くんがいての圧倒金木くんだったと思うんでね、長らくボックスで眠っていた僕の相棒を使ってみたということでした、まあ、そうですね、このクエスト十蔵ジェイソンと多分サソリも落ちるのかな。なんでまだサソリちゃん作ってない人は、頑張って56本集めてください。僕も2本目作ろうかと思ってるんでね、頑張りたいと思います。というわけでお疲れ様でした。また次回の実況でお会いしましょう。